ことをいくつか紹介して終わります。その独自のトレンドあれば地域性を認識するっていうことで、その先ほども言ったように愛知県というところが一体その本当に八丁味噌しかないのかとかね、そういうのも含めてやっぱりこの地域の中にあるものを探すので意外と表層的なものではないと思うんですけど、非常に難しいですね。そういう意味でじゃあどういう形でそういうところをきちっと捉えながらトリエンナーレっていう国際展の場で反映できるのかっていうこと、そしてどうしてもあのボランティアさんの中の人のこの壁ってやっぱりあるんですよね。あとお客様とこの実際の中の人の壁、そこをいかにこう低くしながら実際にサポーターの方々ときちっとした建設的に協力しながらどういうことができるかっていう、これお互いの人の育成です。我々スタッフも含めて、そしてこれ先ほどから言っていますこの実際にこれだけの数があったら皆さん違った考え方があります。それこそアートって何だっていう話ももう一生議論できる中で、じゃあそこを象徴しながらいかにこのチームとして自分ごと地位として考えられるか、そしてその考え方を自分ごとのことに落とし込んでいくかっていうアクションのこととか、あとは実際今回その私も私も含めてそのコミュニティデザイナーっていう役割がなぜ普及教育の統括をやっているのかっていうところに少し戻るんですけれども、実際その自分が持っている専門的な知識や能力っていうものを活かしながらこのチーム構成をいかにしてできることができるのか、でそのの実際私が使っている手法って言ったら変なんですけれども、いろんな考え方っていうのがありまして、例えばこのリーダーシップでこう考えるにあたって、この実際にこう時間軸がありまして、この上の人が力があるっていうことをいかにバランスを変えていくかっていうのを、これはちょっとしたチャートなんですけれども、例えばこう上からの意見をまずは聞きながら、この真ん中の部分で、いかにお互いが歩み寄って、そして最後にきちんと仕事配分をすることによって、だんだんパワーバランスが変わってくるっていう、これは図です。そしてこれも、これ経営学的なものをやってらっしゃる方によく多分分かりやすいと思うんですけれども、このトリエンナーレは中の外を考えるって、ここは中ですね。そして、ごめんなさい、ここが外になります。で、こっちとこっちが中で、要するに、例えばアーティスト、自分たちがいろんな活動をすることによって、このトリエンナーレという環境を作る立場、一方でこうトリエンナーレ国際美術祭、例えばそういう機関が一体中でどういう変革を作るかっていうことがきちんと融合することによって、いわゆる理想とされるこういう国際美術祭っていうのができるのではないかっていう考え方とか、あとはこの前後を考えると、ここのアーカイブエンゲージメントって言葉なんですけれども、この真ん中の部分っていうのは実際例えばトリエンナーレにいたりだとか作品に関わっている時間です。その前っていうのは例えばこう家でテレビ見たりだとか、まあ、なんとなく興味あるけどどうしようっていう時期で、こっちは過ぎてああ共感した感動したっていうもの、このインパクトエコーっていうんですけれども、それをどこに落とし込むかっていう、ここがないわけなんですよね。それをどうここに戻してくるかっていうことを考えなきゃいけないっていう考え方だとか、あとはこの参加方法とか傾向を認識すると、このいろんな見方があるわけです。要するにこういろんな人と見る場合もあるし、人もいれば一人で見ることが好き、この実際に積極的にいろんなレクチャーに来たりとかする人もいれば、自分でネットで調べたりだとかしながらこうアートとアイスの計画をトリエンナーレとかアートっていうものを知ろうとするっていう傾向だとか、あとはこれがエンゲージメントのこのサイクルなんですけど、実際これは企画側の方が考えなければいけないところで、こうどの段階でアートが勧誘できるかっていうのを仕組みっていうもの仕組みや仕掛けっていうものを作らなきゃいけないって言われてるんですね。その中でじゃあこう分けた時にどういう仕掛けが実際なされているかっていうことを確認するようなこういう継続的なエンゲージメントの使い方になります。でですね、これが詳細でですね、ここが多分今日の中で一番大切なポイントにもなるんですけれども、この意識図っていう、これ言われてみれば当たり前のことなんですけど、意外とこの自覚しながら行動するっていうのは難しいんで、これもちょっとまずこれ自分ですよね。それが自分が
人であるということをいかに認識するか、その外には例えばこの場合ボトルのサポートグループっていうものがあると、そしてその次はこの横浜トリエンナーレっていう組織があり、そして今回の多分あのテーマの課題でもそのアートの街、この街を作るっていうことのコンテクスト、そして最後にこの自分のもっと広い部分の地っていうものを考える、ただそこで我々の内側のものが考えなきゃいけないところっていうのはこの外の部分で、実際自分たちにとってどこまでがコミュニティか、どういう人のためにこの仕事をしているのか、これを何のためにやっているのかっていうことを考える必要があるっていう、まあ今お見せしたのはいろんなその考え方の写真です。でですね、この終わりなんですけども、これはあの長者町歩いた方分かるかもしれませんけれども、8月中すっごく暑くて長者町本当に歩いたら倒れるぐらい暑かったんですよ。でこれは前回長者町で関わった有識者の方々がもう暑いの分かってるからっていうので、もう大きな氷を町中に置いといてくれたんですね。それで実際にもう手ぬぐいハンカチをつけて冷やしてくださいというような心遣い、あとはこれが本当に最後ですが、あの実際会場ボランティアする方々ももう本当に自主的に、これはの私が LINE が入ったんですけど、 LINE の中で交わされてた会話で、いや実は今日長者町でガイドしてたらベロタクシーに立ち話をしたと。でベロタクシーにちょっと立ち話をしている中でたまたま通った会場ボランティアの人たちが入ってきて、いや意外とボランティアとかサポートの中で見込みの関わり合いないよねっていう話をして、じゃあ自分たちでボードあの大懇親会みたいなものを開こうっていうのでポスターまで作って、大々的に自分たちでやると2回目あるんですって。で、あの今日ここでやる話は終わりますが、あの一番大切なところっていうのは、こうやって最終的に自分ごとにした人っていうのが同じトレーナーに育てようっていう気持ちに変わり行動に変わるんですね。その、 あの関係性を作るためにはそういうすごく当たり前な識図を真剣に取り入れてそれをちゃんと仕組みとして落とし込むっていうことをすることによって、大きな組織もあの関係性っていうものも見えてくるっていうところで、とりあえず今日はあのお話のところを終わらせていただきます。あと、なんかあのエルパックってここの地元でもともといらっしゃった方々がビジターセンターっていうのをやっていまして、そこも人がいっぱい来る場所になってます。大丈夫です。じゃあご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。最後の方は